て。この前ツイッター見てたら、カブに乗ってる方がね、ドライブスルーから出てきた車と衝突して腕骨折されたっていう、で手術受けたっていうツイートを見たんですよ。どなただったかちょっと忘れたんですけど、あのね、こうやって普通に走ってるじゃないですか。そうするとね、左からいきなり飛び出してくる車って結構あるんですよ。でいきなり飛び出してくるっていうか、完全に死角になっている状態ですよ。家とかね、なんか建物があって壁があったりとかして、で死角になってる状態のところからいきなりポンって飛び出してくるわけですよ。で、ね、そういう経験されたことある人結構いると思うんですよ、ね、バイク乗っててね。で車乗ってても結構普通にあるじゃないですか、そういうことって。でさ、飛び出してくる人としてはさ、もう当たり前のように止まろうと思ってるわけじゃないですか。だけどさ、ゆっくり出てくるとかじゃなくて、いきなり飛び出してきて、車の車体半分ぐらい飛び出してきてね、でそこでキュッて止まるわけですよ。で大体ね、おじいちゃんかおばあちゃんなんですよ。これね、俺どうかと思うぜ。さっきもねありましたけど、もうだから軽自動車ですよ、おばあちゃんのねおばあちゃんの軽自動車が車半分飛び出してるわけ。ゆっくり出てくるとかじゃないで、いきなりダモンって出てくるんだよ。もうさ、ほとんどびっくり箱だよね、あんなのね。あれどうにかなんねえかなと思うんだよ。なんであそこでね、私ここにいますよってね、私ここにいますよ、今からそっち行きますよ、出て行きますよ、出て行きますよ、はい、頭出ました、はい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 っていうさ、出産じゃねえんだけどあのさ、もうさ、なんていうの、もうちょっとゆっくり出てきてくんねえかな。あのね、バイクだけじゃないの、あのバイクの時はやっぱ気をつけてね、注意してね、常にね。まあ、車の時もびっくりするんだけど、で車ってさ、右ハンドルじゃないですかね、大体ね、まあ、俺が乗ってる車は右ハンドルだから、ある程度ちょっと少し奥見えるんですよ。うん、だー来てんなっていうのがちょっと分かったりもするわけですよ。だけどさ、バイクってさ、左側車線なんですよ。左側車線というか、左側を走るわけですよ。1車線であってもね、2車線であっても、基本的には俺は左を走りますよ。でさ、左側走ってると、あのね、もう急に飛び出してくるようにしか見えない。うん、いや、あのね、なんでって思うんだよ。もう飛び出してきた瞬間に、おい、なんでだよって思うんだよ。でそういう経験したことある人いるでしょ。っていうか、ほとんどの人が経験してるでしょ、バイク乗りの方だったら。ちょっとね、マジであれなんとかなんねえかなって思うんだよ。まあ、なんとかなんないかなっていうか、いきなり飛び出さないようにしようとかさ、そんなんだって当たり前じゃん。いきなり飛び出してさ、子供とかがいてボンって跳ねちゃったらさ、もう終わりじゃないですか。そんなの分かっているあの年配の方々が、おじいちゃんおばあちゃんが、なんであのスピードで飛び出してくるんだと、なんでいきなりキューって止まるんだと、ちょっと半端じゃないなと思うんですよね。ちょっとね、あの辺はなんだろうね、なんか昔の人はそういう運転だったのかなね。もうなんか車が一番偉いんだみたいな、違うだろうと、一番偉いのは歩いている子供だろうとね。いや、その辺をね、いや理解、その辺を理解していればね、人の命を奪える乗り物に乗っているんだっていうことを理解していれば、いきなり飛び出してくるっていうことはね、まずないと思うんだよね、普通に考えてね。どうですか。もうね、本当にね、勘弁してもらいたい。びっくり箱運転も本当やめてもらいたい。そんでさ、なんていうの、大体飛び出してきたさ、じいちゃんばあちゃんもさ、なんかしれっとした顔してんのね。もう
まあこっちがさ、こう見てもさ、なこっちに顔すら向けないっていうか、うん、止まったでしょ私、俺止まりましたが何かみたいなさ、そういう面してんじゃんマジで。道に慣れてるとかね、そういうのもあると思いますよ。ある程度もこの辺の道は知ってますよと、子供はこの時間出てきませんよ、飛び出してきませんよ、だから私行っちゃっても大丈夫ですよ、俺行っちゃっても OK ですよって思ってる人もいると思うんだけど、あのね、どんな道であろうと、もしそこに停止線がなかったとしても、そこはね、まあ本当ゆっくり出てくる必要っていうのがね、あるんじゃないかなと思います。ちょっとさっき引かれそうになって、もうちょっとなんかこう、もうなんていうの、もうどうしようもないから俺の中でさ、つってさ言いに行けないから、こっちも走っちゃってるからさ、だからなかなかねそういうの言えないんだけど、この辺だけはちょっと言わせてくれよということでね、言わせていただきましたよ。だから本当人を跳ねちゃったり、人をもうそれこそ最悪の状態になったとしたらだよ、もうだって生涯乗り物に乗れなくなるわけですから、うん、いやいや冗談抜きでね、だからねマジでちょっと、まあ、あの言わないですよ、その年寄りが車乗るなんてね言わないですけどね、だってそれは必要だからしょうがないだと思うしょうがないんだと思うよ、うん、だけどさ、それでもね車に乗る人間としてね、ちょっと気を使っていただきたいなと思うわけです。高齢者の方でこの元ブログを見ている人っていうのはまあいないと思いますうん、けどねバイクに乗ってさっきビビらせられたものとしてね、ちょっと一言言わせてくれようということでちょっと愚痴らせていただきました。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。